皆さんは誰に期待か。わあ、フォースさんはもうずっとブライユ一本推しですね。そういうの嫌いじゃないです。はい、ルンちゃんもね。でもルンちゃんはなんか最後に持っておきたい気もするけどね。ルンちゃん来るかな。沼さんとかそろそろ見たいけどね。チケとか沼さんとかエンピカちゃんとか。さあ行きますよ、行きます。三木哲也、三木哲也。じゃあ行きます。はい、おお、チュケ来た、チュケ。チュケも多いぞ。チュケもすごく推しポイントというかポイント多いぞ。はい、チュケが来ました。今日本当ニキデーですね、完全なる。さあということで、竹本結衣さんを皆さんで褒め褒めしましょう。ちょっと時間微妙かな。10分からちょっと45秒で支度しな、40秒とは言わないんで。はい、では5秒前、4321、どうぞ。はい、ということで竹本結衣ちゃんを褒め褒めしてください。では行きましょうか、コメント拾っていきましょう。桜坂の琵琶湖パワー、みーちゃんの犬二期生のベビーフェイス、情熱のダンス、ポム顔、踊るバブ、地元の星って、なんか短いけどすげえインパクト強いワードが並んだな。カシベチャンネルさんが、ミーグリで初めてでも明るく触れてくれる、あーいいね。調子のさん、悲しい気分でジョーク海さん、隠れお嬢、確かに。影桜さん、滋賀を愛する踊り子。おー、ホースさん、琵琶湖が生んだパワフルガール、もう、スペシャルガール。お、いいですね、これちょっと面白い。あ、いいね。リリゲさん、ザ努力人。カキさん、滋賀の魅力応援大使。秋丸さん、桜坂の水亀コーチさん、ダンスモンスター。カミソンさん、滋賀原理主義者アイドル、あー懐かしいな。マヤムさん、桜坂を外側からも支える地形。なあ、ユータさん、見えないところの努力家。マコさん、運営に愛されている。ガシさん、始球式は全力琵琶湖パワー、一生足は炎のユースさん、滋賀チェーレー。調子のりすさん、笑顔の裏の涙。鈴鹿さん、バラエティ&ダンスクイーン。まさひろさん、ダンスは見せます、ギャグは見せます。おー、いいですね、まさひろさん、これおもろい。山沢さん、大学に友達いないことを学長に心配される子懐かしい。神沢さん、後輩にも運営にも愛されてます、確かに。マクメインさん、消えちゃった。ひとぞろさん、後輩たちにいじめられるチケさん。ケイくん、努力を惜しまないパワフルガール。ケントさん、パワフルがダンスで支える桜坂の屋台骨。ガッシーさん、西川知事の秘書、まだなってませんカッキーさん、実は白馬のお嬢様。コーチンさん、カフジテイク、カミソンさん、踊りとバラエティができる最強 AD。 あ、 AD ね、もうやめたのかな。鈴川さん、馬を愛した馬に愛され、馬を愛し馬をに愛された女。ケイチさん、パワフルオールラウンダー。ヨダシガさん、後輩から愛されるいじられがある。カミソンさん、抜群の信頼感。カシオペアさん、滋賀を知れたきっかけチュケ、確かに。ヨナラさん、桜坂の屋台骨。リナオキさん、一級濃婚、一級闘魂じゃないんだ。カミソンさん、桜坂の潤滑油。ノンピーさん、バラエティとダンスのギャップ。調子のりさん、本当のオールラウンダー。マクベインさん、桜坂の唯一の振付師。シドロさん、バックスのライブを一段上に持ってきてくれたチュケさん。あー、カッキーさん、種屋のバームクーヘン。はい、秋丸さん、笑顔と努力の大見ガール。ゆうたさん、桜坂のダンシングヒーロー。まだまだいきますよ。マトアさん、パワフルダンス。ワイムさん、マトヌの後輩竹本くん。うん、影桜さん、桜坂のウルトラウーマン。はい、いいですよ、まだまだ時間ありますよ。はい、大豆のまっちゃんさん、滋賀が生んだ桜花賞馬。たけちゃんさん、すべてはグループのため。確かにこれでかいよね、すべてはグループのため。
正弘さん、桜坂の生徒会長、生徒会長2回続いちゃった。七津田さん、マリノ様の気になる娘TDKさん、イトピのママ、海さん、人の努力を見抜ける人、地球のいいところ、木下さんね、桜坂の変革の影の立役者、ゆうたさん、芸能界に桜坂を広めた人、かっきーさん、ドバイはデビュー済み、猫マンさん、桜坂の道しるべ、あと1分切ってます。コーチンさん、桜坂の演芸女王、ガッキーさん、クリコ、なんだっけこれ、クリットかな、が生んだアイドル、桜坂の馬娘、ガッシーさん、ダンスバラエティ力など魅力の大きな琵琶湖のごとく、10円温度、カフィソンさん、いいとこ、ここに10円温度持ってくる。山田さん、バックに、クリトトレーニングセンターがついてる子、調子のりさん、ダルガラミ姉さん、秋間さん、チケフォーサガ、あ、シガ、シガフォーチケ与田シガさん、油をさせ、ということで、あと10秒、とりあえず任せてみよう彼女に、ヒゲさん、竹本ピアノ、それは嫌われそう、ヨーナラさん、テレ朝の中の人、カッキーさん、朝は絡むのやめて、桜坂の名参謀、ケイチさんね、ということで、ここでストップです。友達いない始球式大暴投をメンバーにいじられるところ、ベビーフェイス、帰宅はビクトリアスマイル、なんちゃさ、地形に振り、月に振れば何とかしてくれる、ホトさんに顔を覚えられた子、確かに、神園さん、彼女に任せると何とかしてくれる、あ、立冬か、ごめんごめんな、カッキーさんと山田さん、ごめん、立冬ってもんだこれね、読めねえよ、桜の子犬、隠れた努力の塊、琵琶湖の衝撃だ、これが桜坂のディープインパクト、桜坂の女房役、ツッコミ待ちということで、キングカメハメハラビット来ないかな、そうなんだ、ラビット来ないのが謎なんだよね、いまだに、ということで、ちょっと立冬読み間違ったのごめんなさい、はいね、栗東なのかな、栗東なのかよく分かんないと思ったら立東なんですね、これでね、栗をリッツって読むのが分かんなかった、はい、ちょっとここは謝罪を先にしておきますが、やっぱり幅あるね、チケも、チケ結構難しいね、最近と初期が違うからね、キャラクターとしてね、それは結構ある気がする。でもやっぱりその琵琶湖、滋賀のそのベースになる部分と、あとそのまあ馬が今ちょっとベースになってる部分、まあ大きく2つがありつつも、やっぱり大根本としてはダンスのうまさというか、ダンスの魅力の強さみたいなのがしっかりと、まあ皆さんの推しポイントになってるのかなっていう気はしましたね。最初のこのバブ系のストーリーも面白かったですけどね、テレ朝担当なのかな、単純に、どうなんでしょう、でもね、ゲストでいいから呼んでほしいですけどね、馬ダンス、滋賀努力、確かにね、この辺ね、スケちゃんさんとか嫌いじゃない、なんだろう、どれだろう、スケちゃんさんのはどれだ、琵琶湖の衝撃かな、どれかな、そうだよね、正弘さんのうまかったよなと思ったな、正弘さんのもうまかったし、そう、たけちゃんさんの全てはチームのためよかったんだよな、たけちゃんさんかな、アンビバレントの初めてね、あの時の裏話とかもラジオで言ってたけど感動しましたよ、あれは、たけちゃんさんの全てはグループのためは結構インパクトありましたね。まさひろさんのも良かったんだよな。まさひろ最初の方だよね。ダンスは見せます。ギャグは見せます。これもいいよね。そう、たけちゃんさんね。たけちゃんさんいいよな。全てはグループのため。どっちにしましょう、この2つのどっちかかな、スケちゃんさんもいいんだけど、
たけちゃんさん素敵だよね。こらたけちゃんさんかな。まさひろさんごめん、いいですか。はい、ね、たけちゃんさんに一票ということで、じゃあたけちゃんさんで、じゃあチュケの MVP たけちゃんさんの、すべてはグループのためということで、たけちゃんさんおめでとうございます。竹本をたけちゃんさんが抑えました。